悪く言うのであれば生傷は増えます <laughs> 配信業やってるからできないという言い訳は少々苦しいのではないのでしょうかというはい。えっとカップの四の正位置で頑固者ですねやってきます意外と上手でしょ <laughs> <laughs> やばいなんか急にごめんなさいごめんなさい あの急に今決まりました今日 VR チャットやります VR 業界初の占い師 VTuber の方がいるんで今ほんと今あの今日急ですけどお願いできますかって話したらいけるって話いただけたんでなんか普段はお金取ってるらしいよ普通に津田さん占い信じるタイプいい方だけ信じるよねやっぱり占いっていい方は従いたくなっちゃうよね占いに えてか、え、マジ俺今回無料でいいって言われてんだけどさ見て1万円だって1万円だぜ今回急にちょっとあの引き受けいただいたんでちょっと僕もどうなるか分かったのは今回下調べほぼないですはいどんな配信いらっしゃいます経路カビをかれてはじめましてはじめましてよろしくお願いします使用が古いアバターでして 2017年の使用のまま使っておりますので、ちょっと古臭くさく映っております。ねえ、大丈夫です。問題ありませんよ。あ、私は中ね。え友情すぎません o k a y o j a e 今回使う占いのカードが壁にありますね。はい。これは後でタバネしますが、私はタロットカードというものを使って占わせていただいております。お願いします。 で、えっ、ー、と、占って欲しいことは、まあ何回でも時間が許す限り対応できるんですけれども、戒律的な理由で妊娠と出産に関するご相談を受けたまわることはできません。はい。まあ、ガチャウグルにならできるんですけれども、大馬さんの結果とか、はい、大船の結果とか、そういったギャンブルのけの結果を占うこともできませんし、はい、お医者さんの見解が必要なことにお答えすることはできません。はい、それ以外のことであれば大体占うことはできます。わ、はい、かりました。では。あ、ちょっと。 自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか、はい、あ、それもそうですね。はい、視聴者の皆様、はじめまして。私はシアトル出身で、今は大阪に住んでいる占い師の経路、上岡と申します。占いを始めて大体15年ぐらいやっておる、うさんくさい男でございます。占いって、始めるきっかけって、なんかあるんですかあんあ、すみません。思わず掴んじゃって、カードを吸い寄せてしまってま。今、なんか神岡さん。 いいええなでででもないですす、えっと僕ですね配信者をしているんですけれども、はい、配信者から僕、今、俳優を目指していまして、ダンスのレッスンだったり、ボイストレーニングだったりに、明け暮れる日々を送ってるんですけれども、いつ花が咲くのかなと思っていまして、そのチャンスが来るのを待って、そのために日々準備をしてるんですけど、僕のチャンスがいつ来るのか、そして僕が花咲く日はいつなのか。 よかったら,うら、占っていただきたいです。それでは、えっ、ー、と、ちょっと著名な作,作品に出演できるような俳優ということで,でか。そうですね。一旦それでいきましょうか。では、まず現状から見させていただきたいと思います。いや、私、一応メタバースの,の,の,の土着心とか呼ばれて、ちょっと妖怪の一面があるとすなるほど、そういう一面があるんですね。はい。おやおや。 まず1枚目に現れたのは恋人の聖置でございます。これは必ずしもあなたに恋人ができるという意味ではないのですけれども、はト、い、ロットの世界において恋人と,というのは強いつながりを示すカードでございます。なるほど。その現状すでに何らかの大きなエリシア大きなきっかけとはもうすでに出会えている状態だというのが現状として出ておりますね。うそうなんですね。まずきっかけは十分にあるので、畑で例えるなら、種は巻かれている状況で、<わ>あとはい。 いくかどうか、メモくればで生きているかどうか,いかという問題になりますね。そうですね。ホタトイどっちにしようかな。じゃあ直感で何を解決しなければいけないのか、あなたにとっての障害や壁や困難になるもの何かを二枚目のカードで見ます。はい、ちょっと待って入ってきて、入ってきちゃう入ってきちゃうやばい。ではえっ、ー、と二枚目であなたにとっての困難のカードでえっ、ー、とソードの十の正一と呼ばれているカードですね。大丈夫ですか？はい。 解説いたしますと、えっ、ー、と、ムクロ、死体の上に10本の剣が刺さっているので、はい、日本語の言葉で例えると、泣きっ面に蜂ということよニュアンスに近いカードでもありますが、あなたに降りかかる困難や苦しみというのは一つや二つでは全然すまないものだというのが出ておりますので、何も苦労を下ろせず痛みも感じることもなく、その有名作品になれるような俳優にはなれないということなので、この先もあなたは苦しむことでしょう。 勇気づくな <laughs> ちょっとどんどんいきましょうタロットカードって何枚いくんですか、はい、あと1234の4の4と,4と4であと8枚ありますね、うん、そんなあるんですね <laughs> そんなあるんですね <laughs> はいでは次に 3枚で、こちら自覚のカードで,で、あなたが有名な俳優に自分になれるか思っているのかというと、あなた自身がなれると思っていないのが現状であると出てますね。僕ですか自分自身のことを信じることができて、僕ですかあなたはあなた自身の可能性を信じきれていないと。刺さるな本当ですかあなたがあなたを信じていないという話ですね。 本当かどうかはあくまでも占いですし、言ってしまえば法的な根拠は全くないことを私は言ってるわけなので、はい、それを信じるか信じないかはあなた次第なんですよね。なるほどですね。いや、でも、そういうのって人に言われないと、振り返るきっかけってないんで、はい、もう一回ちょっと自分を見つめ直す時間が必要かもしれないです。はい、いや、ちょっと待って、すごいですね。ちょっと本物だな。お願いします。 はい。では、次のカードで、真相心理ですね。真相心理、心理ちょっとです真相心理怖い、これはいはい、はい。あなたが自覚していないあなたの心。<laughs> と、タノトカードの世界でおける代表のカード、ザ・パワーのリバース、逆位置 <laughs> 逆さのカードですね。<laughs> えっと、そう、ああ、なるほど、なるほど、ああ、なるほど。 えちょ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 、あーってやめてください。戻りました。何ですか何ですか何ですか今のリアクションは <laughs> スタンビさん、あなたの真相真理なのですけれども、はい、あなたはその、脅迫概念に陥っている自分はこうでなければならない。思い込み、もしくは事情自陣、わざわざ自分の取れる選択肢を狭めているのではないのかという、 とカードが出てますね。つまりもしかしたらあなたは俳優以外の道があるのかもしれないけど、俳優にこだわりすぎているともいうこともできますし、俳優になれる手段はいろいろあるんですけれども、数ある手段の中、そのうちの一つか二つにこだわりすぎて、他になる道,道に気づくことができない、もしくは見ようとしていないのではないのかということもできるんですよね。見ようとしてないの説もあるんですね。うん、なるほどですね。今逆に頭が固い状態なのかもしれない。はい RTA の攻略チャートのようにこのような順番でこうで理想の,の進み方っていうのが多分あるとは思うんですけれども、はい、そういったものにちょっとこだわりが強いのかなっていうのが一つの考え方ではありますねちょっとそれあるかもちょっとその俳優っていうお仕事をするっていう時にルートっていうのが逆にわからないんで王道しかオーディションに受かっていい作品に出てそれが認められて変化球でもいいのかなって。 っっっっててていうのはちちちょくちょょととくく思ってるところであってやっぱり配信っていう身がある中でそれをフル活用してもいいし何だろう確かにっていう感じとはちょっと違ってそれもあるなというかそういう自分がいるかもなとめっちゃ思わされます確かに僕はなんか一個ちょっとポーンって信じてそれ以外のことが見えなくなっちゃうことがあるんでいろんな可能性が洗えてないのかなって思います今の話を聞いて。はい では、えっ、ー、と、過去のカードとして出てきましたのは、うん、こっちでこうだから、こうだな。あ、比較的いいカードですね。ペンタクルスの5の逆位置です。 おそらくあなたの抱えている問題の何割かは時間で解決される問題で、あなたがわざわざ対応しなくても勝手に消滅している問題なのかもしれません。特、ね、にそのあなたは抱えた荷物が減って今があるので、昔よりかはストレスは少なくなっているのではないのかと考えることができます。そうですね。今は、今の自分自身の活動にはストレスはないと思っています。そう思えてます。 では次に未来のカード。あと5枚ありますからね。未来のカードェイジオブザソード。剣の王子とも呼ばれてるカードですね、<ー>こちらは。はい。こちらは決断を下そうとしている若い男性が描かれているカードでございまして。はい。 はい、自分が何をなすべきかってか,か,か、決めていただく必要がある、決めることになるだろうという意味で,意味でございます。はい、選択肢がたくさんあろうとも、あなたの体は一つですので、そのうちの一つの選択肢しか選ぶことはできません。うん、曖昧にせずに全てをきっかり選択しようって話ですかまあ、それもありますし、やらないことを先に決めておくとかね。 そういったこともしっかりしないと、ちょっと俳優になるにはちょっと迷うことが多いんじゃないのかななるほどですね。捨てるところを捨てる勇気ですね。わかりました。続けてお願いします。では、残りの4枚のカードで、あなたがその有名な俳優になれるかどうか見ます。はい。まず現状としては、えっ、ー、と、クイーンウォーズカップスの聖置で、あなた自身は自分の持っているものを愛することができている。すなわち、その俳優になるという夢を、ちゃんとしっかり席でいられてる。 まあ当たり前に聞こえるかもしれないんですけれどもこの世の中って自分は俳優になるんだと言いつつも親に強制されてるから実はなりたくないんだけれども表には俳優になりたいて言わんとめんどくさいから俳優になりたいって言ってるような方も残念ながら存在します好きれい目指せて,てるからそれだけアドバンテージがあるというお話になります、ね、それはあると思いますそれはあると思います で、環境面はナイト・オブ・ソーズのリバースでして、リバースちょっとやっと出だしがちょっと遅めなのか、という。 もしかしたら俳優業とはちょっと関係ないタスクとかがまだまだ多いのかもしれませんね。そそれはううですねうですねいつ頃から俳優目指,す目指すようにえったんですかと生まれた時から、えー、とあそこに立つのはいいなと思っていたんですけど具体的に目指し出したのが26歳の時に手の震えの手術をしましてそれまでコップを持っても震えてコップから水がこぼれてしまうレベルで挫折ってより物理的に 厳しいっていうところにいたんで、それを克服してから、はい、まあ26歳でも遅くないなというところで、えー、そこから俳優を目指し出しました。なる,なるほど、なるほど。はい。次にあなたの理想を見ます。なるほど。ある意味、現実的なカードとも言えるかもしれませんね。総殿さんの逆位置で、本来の正位置であれば失意でございます。まあ 今回あるいは逆さになっておりまして、どういったことかというと、日本のことで例えるのであれば、七転び八起きと、どんなに辛いことがあっても、一応立ち上がることはできる。嬉しいです悪く言うのであれば、生傷は増えます。 主にメンタルねでもこれあれとつながってますよねこの10本の剣の話ともつながってますよねそうですね有名な灰なる道にはいろいろ犠牲になったりとか辛い思いを何度もする必要がどうしても出てくるようですねで結論のカードを大当たり引いたじゃないかお皇帝のすごいエンペラーですか 責任のある男が描かれているカードでございますで民を従える王様のようにこれからではどういった意味に繋がるのかというと、はい、最終的には実力を手に入れて有名な俳優になることができるという解釈もできますし <laughs> 見方を変えますと 社長とか監督になってくるんですかねもしくはじじ、事務所の一度のお依頼さんなる,なるほど。俳優としての皇帝として考えますと、そういった方々が皇帝になり得るので、あなた自身をメインの俳優とするために、あなた自身が監督兼主演、主演代優になるというような考え方も,もい,、ね、いや、でもこれは、ストーリーが、え、これってまとめとかってしてもらえるんですか そうですね。まず、なれるかなれないのかっていうと、時間はかかるけれども、最終的にはなれるとは思うのだけれども、俳優として一番足りていないのは、はい、信用が上げられます。すね、つまり、スポンサーさんとか監督さんからの死の信用がまだまだ薄いから、ちょっと。間違いないです。どうやって信用を勝ち取ることができるのか。いいまあ、すぐに勝ち取ることができないのであれ,あれば。<laughs> まあ、そうだね。いろいろと。<laughs> 足場作りとかだったり、<laughs> はい、もしくはあなた自身が映画の制作費用をかき集めて、はいでで、自分自身が集めた金を担保にするという点もありますし、はい、いやもう、まあ、いくらでも考えられるんですよ。そうですね。ありがとうございます。来て、来てよかったです、本当に。他にもなんか占ってもらえることだったりってあるんですかね。じゃあ僕のちょっと、結婚について、 配信者を始めて周りの人たちが結構結婚していくんですよねでその中で視聴者のみんなにもさあ、はい、結婚興味ないのさあ結婚いつするのっていう質問をいただくんですけど今の感じだと実感ないんですよね結婚とは何たるか俺結婚もうしばらくしないかなと思ってるんですけど僕のこの気持ちと反して占いでどういう結果が出るのかちょっと聞いてみたいです なるほどなるほど。一応言っておきますけれども結婚ができない方の8割は結婚を望んでいないからなんですよね8割はあなたは最終的には結婚したいとはお思いなのですかえっとまあ今後の人生でいい人と出会えたらそういう気持ちに勝手になるのかなっていう結婚っていう物事に対して信じているっていう感じですなるほどなるほど,るほど <laughs> はいわかりました じゃあ、まず改めて、おや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 、さっきのカードが来ましたね。エンペラーあ !1 枚目はエンペラーのカードが出ますが、一応念のためにちょっと手元の資料を確認しますね。確かに、恋愛においてはもう天守関白にも程があるみたいな、<あ> <laughs> 大丈夫ですかね あ確かにそういう解釈もできなくもないんですけれども、タロトカードが実際に発明されたのが、がまあ諸説はあるんですけど、18世紀とされておるので、その当時のの、ね、の、の、どの,の感覚で考えると、定周関白ギビの方が正しいし、男の姿を見ることもできますか、ね、確,か確かに時代も関係するのか時代背景が、作られた時代の価値観と今の価値観違いますからね。面白い占い。で、調整しなきゃいけないんですよね。面白ー。 はい。で、えっ、ー、と、一応、資料を確認したんですけれども、はい、一応現状として少なくともあなたは、古い言い方ですと、課長、大黒柱、家を支える存在になりたいという気持ちはあるの確かなので、結婚に対する意欲が皆無ではない、ないというニュアンスに。皆無ではないです。はい。まだ、うん、だいぶ希望が持てますよ、これで。これだいぶ希望が持てる <laughs> かった。かった。かった大体の方、ぼんやり考えてるだけで実行しない方が多いですからね。はい,はい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 。うん。 あの多分、あなたは自覚しているよりかは結構に興味ありそうですね。 環境のカードで,できたのはナイト・オブ・ワンズで、杖能の,の騎士、若い情熱的な殿方が描かれているカードでございましてね。<ー>短く言いますと、やる気十分という意味になるので、あなた普通に女の子に興味ありますし、結婚にも興味がある。はい、ご安心ください。ありがとうございますととい。先ほど言いましたけれども、多分それあなた自身が自分のことを勘違いしていらっしゃって、実際のところのあなた人並みで興味を持っていいのではないのだろうかというのがこの2枚で出ております,す、ね。ありがとうございます。はいはい で、えっ、ー、と、自覚のカードとして随分と前向きなね、ナイトオブソー像が出ましたね。すごい、もう結婚したすぎるんですかね、僕って。というか、早く結婚しないと、後になってから手遅れになってしまうのではないのかで恐怖をちょっとうっすら感じたところもあるのかもしれませんので。えーね、マジですか焦りですかね焦り,焦りですね。 周りが結婚している。しかし自分は結婚していない。これは悪いことなのではないのかって思う状態には人間よくなるんですよね。そうですね。で,すねで、えっ、ー、と、深層心理で節制の逆位置が出ておりまして、これはあなた自身の結婚に対する不安が示されておりまして、はい、結婚したところで安定した生活は送れないのではないのかというのがあなたの結婚に,す結婚に関する一番の懸念事項。ありますそこです 結婚とは平穏なのかとすごく思うんですよね。で平平、平穏とは真逆だから自分は結婚には適さない。できるそうです。そう,う。思ってるんです神岡さん僕はそうですね。ただ、日本で代表的な、まあ、YouTuber でヒカキンさんいるんだけど、先週お,お子様生まれてますし、普通に結婚されてますよね、彼。そうですね。それを考えると、配信業やってるから結婚はできないという言い訳は少々苦しいのではないのでしょうかという。はい。 はい。ちょっとなんかごめんね。で、過去を見てみます。ああ、えっ、ー、と、ワンドのこれ、過去。これは、えっ、ー、と、 ね、一応、この彼ら、戦争の練習をしておりましてね、仲間と共にまあ技を磨き上げる様子が描かれてるんですけれども、はい、その結婚に関しては、周りから結婚しないのかと聞かれてるのと、これ遠回しに結婚したいのであれば相談するよと解釈することもできるんですよね。 つまり結構前々からそのあなたの結婚に関して気にされてる方周りに大勢い,い,い,たいたのではないのかと今もいると思いますけど配信っていう時代があるかもな聞かれるんでよく視聴者に。あ、なるほど、なるほど。<の>ちなみに私はリスナーさんと結婚しました。えぇ、ー、<laughs> まあそ私の話はいいんです。では未来のカードとして出てきましたのはワンドの8の逆位置で展開を非常にゆっくりですね。 すぐに結婚するっていうような展開には、あ<ー>まあ、怒らないって考えてよろしいです。その、あ<ー>、あなたたそうなんですね。先ほど言った、その、もし本当に興味あるのであれば、もう行動しなければいけません。受けている限りダメです。じゃあもう、そのタイミングを待ってちゃな、ね、てくだい。もう、ツイートで誰かと結婚したいですとか、か積極的に、ま、間違いない。もでもいいけれども、えー その思い人、この人だと思う人が目の前に現れて、それが自然に結婚になるってことはないってことですね。そうやって思い人という言葉が出ましたけれども、はい。あなたはご自分の女の好み、文章化できますか例えば、お胸が大きいとか、好きだとかお料理ができる方がいいとか、優し、優しければ誰でもいいとか、何だっていいんです。まず自分の好みを把握してなければ気づけませんよ。僕は、一緒に、 泥団子を作ってくれる人がいいです。あ,あ、なるほど、なるほど。はい、これも一つの指標としては間違いではございません。まあ、もう二十九歳なんですけど、公園で靴を飛ばしてキャッキャできる人がいいなとは思ってます。そういう感性の人が素敵だなと思います。そ,それは、それぞれ言葉にして、で、言い続けることも大事ですね。はいそ。それっぽい方がいたら、多分気づけるんで。 確かに、確かに、自分で自覚しておくれば大切って話ですね。本当に大事なことですからね、これは。わかりました。あとは残りの4枚を見たいと思います。お願いします。はい、さて、えっ、ー、と、現状なんですが、ソードの6の、まあ、逆位置で、いい解釈と悪い解釈、どちらもできそうなんですけど、どっち先聞きます ええとー、あの、ちょっとダメージが蓄積してきてるんで、悪い方から先消化していいですかええー、と、愛想劇とでも言いますか、その、とある女性とつお付き合いできたとしましょう。はい。その女性のことを好いた別の方からいらぬ恨みを買ってしまって、それで頭を悩ますことがあるのかもしれません。ええー、そんな,な知らばじゃないですか よくお考えください。はい。あなたにとって素敵だなって思える方は、他の人から見ても素敵なんですよ、間違いない。であれば、その上で、その方を自分の恋人とした場合、付き合えなかった他の方々から、嫉妬とか恨み、美容の感情を買おうというのも、ある意味自然な成り行きとは思いませんかね。思います。それが僕に降りかかるんですね。ポジティブで言うのであれば、はい。 思い人になり得る存在は、新天地ではなく、故郷にあるのではないのかと。ま、この故郷の解釈をにお任せいたします。なるほどあてな、ねはいに元可能はないからご安心ください、視聴者の皆様。こちら故郷というのは、活動場所で、場所でも、人が集まる場所でも、精神的なものでも、うん、あなたにとって故郷と思えるのであれば、そこが故郷でございます。精神的な故郷とは深いですね、なかなか。 さてさて、では、えーと、環境の方ですと、えーと、カップの4の正位置で、頑固者ですね。<laughs> こちら、えーと、旅人のカードがいて、雲から手がニょキッと生えてる人が、杯をどうぞとしてますけれども、はい、この人いらんって断ってるので、人からの提案やアドバイスを拒絶している状態と出ております。のああ、でも。あれ、裏のった意味あったのかなあれで、ね <laughs> 多分自分の、なん譲れないところとかあ、ね、あなたの人のなんか譲れない正義というのがあるので、これをよ、良いと見るか悪いと見るかは、あなたや将来の伴侶になり得る方次第でございますので、ちょっと、これとこれの組み合わせが怖くて。これとこれ僕が停止感、頑固おや,やじにもう家の大黒柱でおれありえますよね。 よくあるパターンといえば、 あの、奥様ってなりうる方を、まあ、養う。つまり、専業主婦の状態にすると、俺が金を、金だどと支えているんだから、言うこと聞け、みたいな、うん、金を出したやつが正義というような、心理名がちょっとあるのかもしれませんね。<laughs> それは、つまり、数字化できない要素、要素がちょっと判断するのがちょっと苦手な方なのかな。なるほどですね。学校の成績表をしっかり、段階で、まあ、表現できるものに関して、認識ができるけれども、うん、それによって価値観がぶれるものとなって、 ってくると、わ全く分からなくなってくるから。うん、そこら辺のこうがちょっと。おろそかになってしまうしま、ね。おろそかになってしまうのか。そうなのか。あと二枚あります。で。見直せるな自分のことを。を見なかったからでしようかな。ええー、ちょっと待って、まあ、怖いんですけど。タワーです。大強です。最強<大凶>。<laughs> 圧巻、立ってられ。 普通に足腰きつい。えっと、スターミーさんの場合は多分、いろんな方と恋愛することになるのかもしれませんね、結婚に至るまでに。ああ<ー><で>、いや、よくないな。悪いことがあったから同じこと起こるのではないのか、うん、みたいな。 後悔とか不安とかまだ起こってもいない、なんか過去に。いずられやすい性格をしていらっしゃるのですけれども、付き合う女性からすると、いつまでも。ちょっと前の女を引きずってて、自分のことを見てくれないっていう印象ちょっと。当たがちなところがあるのかが。はい、なるほどです、ね。占いって、何ですかって話になるんですけど。今の僕の現状がこうあるから。これを聞いたことで改善できるよってことなのか、今後もそういう傾向に出ちゃう。 かもしれないよって話なのかどっちなんですか俺って。タロットカードの場合はその、前者最初に行った方で、今のあなたの心理面に合わせて出ておりるというか、いう占いの目的は当てることではなく、私が占ったことをあなたがどう解釈するかの方が大事なんですね。そうですね。っだっ,ってこっちは全く構わないんですよ。はいはい、めっちゃ思います。確かに。いや自分をいいみんな見直すいい機会だな、これは。ありがとうございます。はい、待ちしております。ありがとうございます。 それ最後,です、ね、で最後のカード見てみましょう。じゃあ、はい、これ何ですかこれ最後何ですかおや。死。持ってるね、あなた。ザ、です。死。死神の死。ちょっと、おさみさん、大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。はい。 ご安心ください。本当に死神って、そんなに悪いカードじゃないんですよ。ただと世界において。えー、物事の終わり用の意味は確かにあるんですけれども、はい、もうその死をの解釈によって意味が変わってきましてですね、例えば老人も子供も金持ちも貧乏に、も男も女も死ぬ時はみんな死にますからね、そういう意味で絶対的な公平だったり、はい、起きてる人が寝る、寝る人が起きるみたいな状態の変化でしかなかったりするんですよ。えー、だから、我々が日常会話で使おける死、 C の概念とはちょっと違うし、そこまで専門的なカードではないんですよ。なるほどなるほどなるほど。うん、ほどほどで説明申し上げるのですけれども、えっ、ー、とタロットさんの,の,の,の言葉で、ね、非常にカジュアル理由ととうんなんというか、うんうんなか。 終わったことをいつまでも引きずって引きずりすぎ。それはもう死んでいるのにこれはまだ生きているんだということで死を受け入れていないみたいな表現。つまり変化を受け入れることができていないから失礼した事実を受け止めることができないから、その先の恋愛人に悪い影響を及ぼしてしまっていることが多い,いあ引きずりすぎですかね。<laughs> なるほど。 なので、えっ、ー、と、あなたら、一応ベースとしては、結婚するぐらいの、まあ、精神面とか、器は確かにあるのですけれども、はい、そのあなたの器の中には、捨てるべき森木の中身をずっと器の中にご招待にしまってるものだから、<laughs> 新しく迎え入れるべきものを入れるスペースが残ってないんですよね。いや、これ引きずってんのかな かなりタロット的には相当引きずってると出ております僕の今まで付き合った女の子って全員可愛くて全員素敵だと思ってるんでちゃんと閉まってると思ってるんですよね閉まってるっていうことはそんだけうスペースとか容量取ってるってことですよねそうですよねで、それがもういっぱいいっぱいになってる自覚はなかったです五六年前の論文の話なんですけれども、はい、人間って 一度に保持できる関係の種類というのが、200数十種類しか維持ができないという話がありましてですね。<ー>つまり300人とか400人接すると、最初の200人近くの関係を維持することができないのではないのだろうかと、脳の構造上という話があります。この問題どうやったら解決するのかというと、ラベリングをすればいいと。つまり50人ぐらい同級生でラベリングをしたら、そのうちの50人分は1関係1人分の容量で、<laughs> <laughs> 要領で,で、セーブすることができる。えー、あなたの場合は、その、それぞれ230ぐらいあるスロットで、一人一人、これは何々さん、何々さん、何々さんって入れてるもんだから、うん。だから、ちょっと人間関係の維持が、ちょっとできなくなってるから、うん、ある程度ラベリングをして、まあ、なんか人間関係のダンジャリや整理、そこまで大事じゃない人は、そこまで大事では使わなくていいんですよ。 なるほどなるほどちょっと一いこそういうことができるようにならないといろ<う>んな人との交流をするのがちょっと難しくなるんじゃないのかなっていう。ただねちょっと女の子って難しくてですね別れたからいいよってあまりにももうダメージがなさすぎてそれはそれでどうせ自分もこんなふうに捨てられるのかという印象を与えてしまうのである程度引きずるところまでならいいんですけれども。 気づいできるのも良くない。いね、がない。全く気づらないのもいい、もう印象が悪くなるというか、軽く見られてしまう。うん、それは間違いない。それは間違いないですね。何事も、ほどほど良い塩梅を見極めないといけないんですよね。大変だと思うけれども。あいつら難しいですね。女頑張ってい。りまえー、あとこういう時に女って、まとめて言っちゃうと印象悪くなるから気をつけてね。<laughs> <laughs> え、今女ってファイリングしたんですけどダメですか まあいいんですよ。それでいいんですけれども、<laughs> はい、あの配信してる場で、公にスピークアウトというような内容ではないで忘れてましょうと<応>今、今とでかい主語の言葉気をつけた方がよろしいのかもしれませんね。わかりました。ちょっと出ちゃいました。いやー、これ占いすごいですね。ありがとうございます。<laughs> 最後になんか宣伝だったりあったら、もうここでしていただいて。 じゃあ、じゃあ皆さん、YouTube で経路加入から検索し、チャンネル登録のご検討をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。